松野氏は日本の氏族の一つである。複数の系譜がある。日本の古代豪族。重厚系図によると、豪佐の光栄。佐の子、意味が日本に渡って帰家人となり、筑紫国に至って、肥後国菊池郡に住んだという。さらにその子孫、松野蓮が筑紫国安郡松野に従して、姫姓から松野姓に変えたのが始まりという伝承がある。 北部九州に同志をとする氏族の家系が複数存在する。下野松野氏は藤原西部宇都宮氏族横田氏支流。鎌倉時代中期、宇都宮頼綱の子、頼成が横田氏を名乗り、横田氏の着流を事業が継いで、弟の義業が下谷国なすぐ松野座とを所領し、松野を野合とした。所有した城は、松野北城南城。菩提寺は、 総当州松林寺、氏神は、二田山の神社。また、秋田武官では、宗家である、市通系の菩提寺は、総当州の勝黒コイン。文家である国通り系の菩提寺は、総当州の多方院。松野総家の家門は、左三つどもへのほか、五十三切り、上野あざ、奥義につき、松野氏の働きは、下野宇都宮氏の一翼を担うものであった。 すべての統率権は、宇都宮氏が掌握していたが、戦国末期、日立国王太城主である佐竹支配下となる。A60 年、大垣山の戦い、天正5年、大山田、細田の戦い、天正12年、松野城の戦いを経て、天正18年、豊臣秀吉の小田原城攻めへ、佐竹支配下として参陣する。1600年、関ヶ原の戦いにおいて、 当軍として参加しなかった佐竹氏が1602年、日立国から、では国久保田へ、国外となり、それに伴い松野氏も移住。宗家の松野綱高は、横手城、檜山城の城主城代を経た後、久保田へ移る。佐竹久保田藩において、宗家は引き渡しに万座、海座などの価格とし、幕末まで過労や、自社奉行、大番頭などを務め上げた。 宗家の幕末までの系譜は以下の通り、下津家松野氏系図大友氏の支流。大友系図によると、貞地下の子、近義が松野生を名乗ったのが始まり。また後代大友義宗の弟である親森が、義宗の改役後に、松野生を称し、義宗の子、正照を養子とした。大友氏は、義地下の時に断絶したが、親森は前、無然、 細川忠興に仕え、この松野氏は、細川家の天保によって、肥後に移って代々続いている。また、親森の時計、親家は、大友氏開駅後は、利根川勢を称したが、その子、新栄も肥後細川家に仕えて、松野姓を称した。大友松野氏系図。ありがとうございます。